新振り先は、新末、中華民国の政治家、経済学者、北京政府の要人、字は、託師。本席は、関東省公衆府新会見。新末は、中米公主館書記官を務める。1907年、カリフォルニア大学を卒業した。帰国後は、定レを受け、農家紳士となる。1909年、管理委員編集となる。後に、 法天省農事試験場監督などを歴任し、また、考察県政大臣の随員も務めた。中華民国成立後の1912年5月、北京政府の農林部次長となる。7月には、陸印省内閣で、総教人の公認として、農林総長に昇進した。続く長平一市内閣でも留任し、翌年3月、処理教育総長も兼任している。 熊丸都市内閣成立後の9月、陳ンリ先は閣僚を辞任し、相当副門に転じた。1918年、安福国会の参議院となる。1927年には、北京税務学校の校長兼経済教授となった。北京政府崩壊後は、実業活動に従事し、また、聖火大学、北京大学の教授も務めた。1935年、 国民政府の軍事委員会委員長支選行営、第二町長長に起用された。翌年、実業部の本局総経理に移動する。さらに、湖北省武将市、金水農場上長も兼任した。しかし1938年2月23日、陳ン先は金水農場の農民暴動に巻き込まれ、襲撃を受けて殺害された。去年63、ありがとうございます。